セパレートスクール、セパレートスクールは、カナダにおいて、私立校とは別に、カリキュラムに、キリスト教教育を含めながらも、公的な援助金を受けている学校である。授業料が無料であり、公立校として認識されている。キリスト教系の私立校同様、セパレートスクールは、宗教学校であるため、宗派の異なる、児童、生徒の入学や、 信者でない者の,の雇用に関して拒否する権利を持っている。しかし近年は宗教を全面に押し出さない、非宗教学校となっている者も,も多い。カナダには、公立学校制度に並行して、カトリック、またはプロテスタントの学校制度、大多数はカトリックがあった。近年は非宗教化した者が多いが、オンタリオ州のセパレートスクールは、現在も厳しく宗派が分かれている。 非常に稀なケースでは、公立高制度、時には、公立とカトリック学校制度両方と並んで、プロテスタント学校制度も存在するケースがある。セパレートスクール制度を維持するか否かは、結果的に1867年のカナダ連邦、設立、営領北アメリカ法につながった、論争の争点であった。論争の主たる原因は、カナダ人口の大部分を占めるプロテスタントと、 マイノリティであるカトリック教徒、大部分がフランス語話者との民族間、宗教間の緊張状態である。1864年のケベック会談において、ケベック州とオンタリオ州のセパレートスクール制度を守ることが保障され、ようやく問題は解決した。セパレートスクール問題は、オンタリオ州とマニトバ州で最も激しく論争された。1890年代にマニトバで、 セパレートスクールへの公的援助の廃止が決定したことで、カナダ全土の危機とされたマニトバ学校問題が起こり、ローマ教皇レオ十三世が、会直、アファーリボスを発表するに至った。オンタリオ州では、セパレートスクールに対する公的資金援助は、当初1867年の営業をきたアメリカ法、1867年憲法法で、 保障された旧学年までであった。援助金は徐々に延長され、1984年に、オンタリオ州知事のウィリアム・デビスが15年前に却下された案を採決し、中等教育学校の最終3年間、オンタリオにおいては11年生までに延長した。一方、プロテスタント学校を司っていた制度は年月を経て、現在の公立教育委員会になり、 1980年代には、校内における祈祷が禁止された。1997年から1999年にかけて、オンタリオ州全域を対象に45の日刊誌で、行われた新聞の世論調査では、回答数7551のうちの79%が、公立学校制度を一つだけにすることを指示している。ただし、カトリック教会が、 教会メンバーに調査に答えないよう指示したという噂があるため、調査結果が正確ではない可能性がある。しかし、調査結果が正確であれ、不正確であれ、1867年憲法法を改定しようとする大きな動きは起こっていない。オンタリオ州はペネタング維新を除き、州内のセパレートスクールはすべてカトリック学校である。 その他の宗教学校は同様の補助金を政府から受け取っていないため、カナダの公的方針である、多文化主義に反している、としばしば批判されている。条項の方針はカナダ最高裁により差別的であるという判決を受け、1999年11月5日には国連の人権理事会が国際人権規約の平等条項第26条に違反しているとしてカナダ及び、 オンタリオ州避難した。同理事会は2005年11月2日に出版したカナダの国際人権規約についての第5期カンクルーディングアブザーベーションス、観察報告においても同様の指摘を行っている。カナダはオンタリオ州の学校援助金における宗教による差別を撤廃するための段階的行動をとっていないという所見を述べている。 ケベック州の教育システムでは、プロテスタント、カトリックそれぞれのセパレートスクール制度があったが、1998年に宗教とは無関係に、言語、英語とフランス語別に分けた制度に切り替わられた。同様に、ニューハンドランドラブラドール州でも、かつては本人の信仰告白によって、カトリック、セブンスデイアドベンチスト、旧政軍、 ペンテコステ派の宗派別に分けた、あるいは宗派統合された、セパレートスクールがあったが、1997年に、住民投票によって廃止され、宗教とは関係ない唯一の学校制度に変わった。アルバータ州では、州が制定される以前から、カトリック教徒のフランコ・アルバータン、アルバータ在住のフランコフォンが居住していた、セント・アルバータでは、カトリック学校が、公立学校制度となっており、 セパレートスクールはプロテスタント学校を指す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。